ばちゃん、お久しぶりですけど、よろしくお願いします。早いものね、もう中学生になったのね。そうだよ、この前やったのは小学校に入った時だもんね。早いもんだよな。あ、そうそう、さっちゃんの職場体験を母さんの保育園でさせてもらうのって本当？保育園の了解は取ってある。そうそう、さっちゃんが保育士志望ならと探しておいた私の15年前の思い出よ。どうしたの、けんちゃん。先生はけんちゃんの味方だから、困ったことがあったら何でも言ってよね。何も言ってくれないの。そう、誰がそんなこと言うの。じゃ順番取ってあげる。ねえみんな、けんちゃんも順番に乗らせてよ。いいよ、でもけんちゃん乗るだけでこがないんだもん。待ってられないんだもん。どこどこ乗ってごらん。もっと足を動かしてごらん。よいしょ。もっと強く大きく。わかった。けんちゃん、こっちへおいで。けんちゃん、いつかゆっくり教えてあげるから、先生と一緒に頑張ろうね。先生が味方だから負けずに頑張ってよ。ね。れんちゃん、あのね、保育園休んだらダメだよ。うん、休まない。保育園休んだらね、抱っこしてあげられないもんね。いつもげんちゃんがよくしていただいてありがとうございます。いいえ、至りませんが、仕事ですので。げんちゃんが保育園を休みたいと言わなくなったので、保育園が楽しいのって聞くと、楽しい。谷先生が味方だから、何でもできるもんって。そう、谷先生が好きなのって聞くと、好きだよって、嬉しそうに話すんですよ。そうですか、私も嬉しいですね。そして特に嬉しいのは、食事の時の行儀が良くなったことです。確かに最近何でも積極的に喜んでするようになりましたからね。本当にありがとうございます。さあ、できたぞ。さあ、おじさんがスリットドラムを作ってくださったから、みんなでありがとうってお礼を言いましょう。はい、ありがとうございました。はい、よくできました。先生ね、子供はね、みんなで育てないといけないよね。じゃあみんな叩いてごらん。あ、よかったね。どうぞ。お母さん驚いたでしょ。今日曲げ伸ばしのタイミングを教えたらすぐ焦げるようになったんですよ。今まで一人でなんか焦げなかったのに、コツが分かったらしくて、ブイブイ漕ぎ出して見てて気持ちいいくらいでしたよ。先生、この子がこんなことができるようになるとは正直思ってませんでした。これはみんな谷先生のおかげです。私もお母さんにこんな風に報告ができるなんて、お父様よりだと思います。私にも貴重な経験でした。私もからもありがとうってお礼を言いたい気持ちです。いえいえ、そんな、本当にありがとうございました。心からお礼を申し上げます。それでこれが源ちゃんのお母さんからの近況の手紙よ。元ちゃんは
19歳になりました。今は会社勤めの傍らドラム演奏に熱中し、地域の祭りなどでも演奏しています。一度先生にもお見せできればと思っていますし、先生にもお会いしたいです。ではその日を楽しみに。さようなら。